爆米香、ボンピーパン、台湾ポン菓子。皆さんは台湾のパオミーシャンって知っていますか？パオミーシャンはその漢字の通り、生米を圧力でポンと爆発させた香ばしいお菓子です。日本のポン菓子やドン菓子とよく似ています。実は日本統治時代に台湾に持ち込まれたものだそうです。ポン菓子は大人から子供にまで昔から愛され続けている駄菓子です。しかし最近はあまりポン菓子屋さんの屋台を見かけなくなってきているので、見かけたらラッキーです。台湾ポン菓子の作り方。まず最初は圧力鍋にお米を入れ、転がしながら温めます。お米が温まったら圧力鍋に筒状の網を取り付けます。大きな音が出ます。音量に注意してください。このように爆発させた後、膨らんだお米が筒型の網の中に出てきます。次に網の中のお米をボウルに移します。それでは次にシロップを作り、ポン菓子に味をつけていきましょう。ポン菓子にシロップとピーナッツを入れ、素早くかき混ぜます。程よくまとまるまで混ぜましょう。ポン菓子が十分に混ざったら、次は専用の型に入れます。ポン菓子が冷えて固まらないうちに平らにならします。ならし終わったらステンレスの綿棒でポン菓子を押し固めます。最後に固まったポン菓子をナイフで切り包装します。これで台湾ポン菓子の完成です。はい、完成。